はい、おはようございます。はい、おはようございます。今回は、親子で質問回答をやっていけたらなと思います。はい、まず改めて自己紹介簡単にさせてもらいます。僕からして、で次お父さんするって。はい、三条記社長こと宮内光と申します。株式会社朝活代表しておりまして、事業内容は企業さんの SNS とか担当させてもらってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、私は、宮内光の父で宮内テルサーで56歳です。不動産業を経営しておりまして、今期18期目を迎えております。はい、ありがとうございます。じゃあ今回ですね、パートナーの見つけ方っていう形で、まあ、人生のパートナー、まあ、奥さんであったりとか、はい、結婚相手ですね、はい、そこの見つけ方みたいなのをちょっと深掘りできたらなと思うんですけど、はい、どんな感じで見つけましたか？そうですね、まあ、私の場合は、一番最初勤めた会社で、2つ下で新入社員に入ってきた時に、なんかその時にビビッと来て、この子と付き合いたいっていうのがあって、その時別に、まあ、付き合ってた彼女もいるんですけど、まあ、その彼女と別れて、で今のその嫁にアピールしたっていうまあまあ俺もうちゃんと別れたからちょっと付き合いたいっていうことで、でなかなかちょっと実はずっと振られ続けてたんですけども、しつこくちょっとアピールして、まあなんとかなったという感じですねありがとうございます。ちょっと僕のチャンネルなんであんま暴れないようにお願い、はい、でも面白いいいエピソードですね。いい、ちょっと言わなくていいところまで言わなくても OK なんで、いい感じでやってます。ありがとうございます、はい、面白いですね。そこで諦めずやり続けるっていう感じがいいなと思いました、はい、ありがとうございます。僕は、ゆうちゃんなんですけど、まあ、ちょうど今年の11月に籍入れるんですけど、はい、プロポーズするんだっていう状況で、まあ、僕も、まあ、仕事その時は子ども食堂とかかなを結構メインで NPO 法人の方をメインでやってたんで、それをやってた時にいろいろ手伝ってくれてたっていう形でこの子いいなと思ってたんで、汚いなちょっと暴れといてくれさっきまで撮影してて、で僕のチャンネルになったからちょっと暴れないでください。これ君のチャンネル、ね、僕のチャンネルなんで、俺のチャンネルの続きかな僕のチャンネルなんでふざけないでください、ゆうちゃんが子供食堂を手伝ってくれてて、めっちゃいいなと思って、こんな子なかなかおらんなみたいなっていうのがあって、ね、っていうのが素晴らしい、ね、ちょっと喋ってるんで僕は入ってこないでください。後で振るんで、ゆうちゃんの感想とか聞くんで、すごいいいなと思って、で僕もその時会社やっていきたいなとか思ってたんで、なんかそんなに遊びとかはあんまりいけないなみたいな、普通の恋愛はできないなと思ってたんで、事前にゆうちゃんにそこは確認取って、なんか普通の恋愛はできないと思うし、まあ自分自身もあんまり何やろ得意じゃなかったんですね、まあ、自分のことを最優先にする、まあ、言い方悪いけど、なんかこれやりたいと思ったらこっちを結構メインでしてまうから、なんか普通の大学生とか20代前後ぐらいのなんかユニバ行こうウェイみたいな、ディズニー行こうウェイみたいな、もう毎週デート行こうみたいなのはできないかもしれないけど、なんかしっかりとやっていきたいなと思ってるし、付き合うなら結婚前提で付き合いたいと思ってるみたいなもうほぼ100% 確定で付き合うってなったらもう結婚がついてくるけど大丈夫みたいな形のもと付き合ったんですけど、まあでもそれが逆に良かったなと思いました。なんかあったりしても、なんか普通のカップルやったら別れっていう案が出るかもしれないけど、もうそこは事前にお互いすり合わせができてたんで、めっちゃ良かったかなって思います。はい、そんな感じで、じゃあなんかゆうちゃんの印象みたいなもらっていいですか？そうですね、こうゆいちゃんはお父さん言ってこう言ってきてくれるのがすごい可愛くてで、まあ息子の、まあ、彼女とかそんなんじゃないし、まあ普通の女性として見てもね、本当に可愛いな、まあ綺麗で可愛いし性格もいいし、本当に最高やなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあまあ、ゆうちゃんとかの難しいところで言えば、その僕のお母さんとの付き合い方とかもいろいろむずいなと思うんですけど、
まあ、あのカズピョンですね。いろいろ難しいと噂されているカズピョンなんですけど、カズピョンとゆうちゃんの関係性みたいなどんな感じですか？見てて。まあまあいいと思いますけどね。まあ、あのゆうちゃんはね、お母さんお母さんってこう頼りにしてくれてるので、 あとはもうね、お母さんがどういうふうにこうあのするかっていうのはもうお母さんの話なんで、そこはノーコメント。なんか仲悪いみたいな感じ。仲悪いことはない。仲めっちゃいいですよ。仲めっちゃよくて、つい珍しくあのカズピョンが気に入るなんてこと珍しいし、わざわざなんか次4月かな4月ぐらいにご飯の予定入れたりみたいな感じがあったりするんで、すごくいいかなと思います。はい、ありがとうございます。あとはですね、なんかその喧嘩とかたくさんあると思うんですけど、そこのなんか乗り越え方みたいなとか考え方みたいな、なんかあったりしますか？そうですね、まあ、どこの夫婦にも当てはまることなんですけども、まあ、相手は変えられない、変わらないという前提でやっぱり付き合うのが一番いいかなと思います。これは別にあの、まあ、笑ってるけど冗談です。本当に、まあ、人間関係何でもそうですけども、相手、まあ、自分が変わろうと思ったら変わることはできるんですけどね、あの変われって言っても変わることはできないので、人はあの変えることはできないので、あの変わることはできるけど変えることはできないので、あの、まあ、変わらないという前提でどう付き合っていくかっていうのは大事かなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。ちょっとあの言葉の入り方が面白くて笑っちゃったんですけど、あのなんかまだやっぱりちょっと YouTube 慣れてないから、あのその言い方で普通に言ってるとなんかちょっとアンチコメント来そうやなみたいな、うん、まあではあるんですけど、でも本質を捉えてるなっていう形で、なんか僕も聞いてて思ったのが、やっぱりまあ変わらないっていうか、まあそこにフォーカスしてもしゃあないなみたいなっていうのがあって、まあ例えば喧嘩とかなんかあった時はまあ一回ちょっと離れとくみたいな、1時間置いとくみたいな、まあ男性と女性やっぱり考え方違うから、で価値観もやっぱり違うものやから、まあこう考えるもので、そのブワーって燃え上がってる時にあの戦いに行こうとしても大変なんですね。基本的にはもう負けちゃうんで、あのそこで勝つことは基本的にないんで、だからそのまあ結構落ち着くのも早いんで、それまでちょっと一回置いとくっていうのはいい作戦かなと思います。なんかそういう時勝てたりするもんなんですか？喧嘩になったりした時は。喧嘩になったらまあ、あのとりあえず謝ってやっぱそれが大切ですか？そうですね、まあとりあえず謝っとくって言い方ちょっと悪いですけど、まあ、僕も一緒でとりあえずまあ謝っとくっていうのは、うん、まあ、まず大切かなみたいな、まあ、基本的に僕もお父さんもなんか基本的に怒らないんで、最初なんかなんで怒ってるんやろみたいな、えでなんか怒らんかったらいいやんって言ってたんですね。だけどもうそれはもう違うらしいんで、基本的にバンってくるらしいんで、でなんかいろいろ目についちゃうらしいから、怒らんかったらいいやんっていう考え方はもう自分の考え方やから、まあ、人それぞれいろんな考え方があるんで、でもそれはもう人生これからずっと一緒にやっていくパートナーやねんから、そこはそれを受け入れた上でどう過ごしていくかとか、上手な対処方法っていうのが大切かなと思います。対処方法って言い方悪いけど、そういうのが大切かなと思います。はい、あとはですね、なんか最近一個あるなと思ってるのがあの朝早いじゃないですか、はい、でなんか出ていくことに、朝一人でパッと出ていくことに対して僕やと最近あの止められるんですね。うん、早すぎる、出ていかんといて起きた時隣おらんやんみたいな寝るのも早いしみたいなそれなんか結構早起きしてる経営者の方多いと思うんですけど、社長さんとか多いと思うんですけどあの先寝る問題と先出ていく問題があるんですけど、それどうしてるんですか？いや逆にもう寝てる時に出ていく方がねまあ喧嘩なくいくので、まあ、違和感なく逆にそっちの方がいいかなみたいな感じで、でその早く寝る問題とかは別に何もないんですか？まあ、早く寝る問題もあの、まあまあ、まあしゃあないかななんかでも言われたりするんですか、先寝てみたいな？まあちょっと気に悪くなりそうなんで
ありますけど、あんまり気にせずそういう感じなんですね。いい意味で、いい意味で、いい意味でそうですね。あの早く寝る問題も仕方ないんで、まあ早く起きたいっていうのがあるから、うん、まあそこもやっぱ人は帰れないで、生活リズムもまあ人それぞれあるしみたいなところ、無理に合わせてもらおうと思ったらやっぱ結構いろいろガタが来ちゃうんで、もう早く寝かしていただいて、で早く起きていくみたいな形で、なんかそう朝最近掃除してるじゃないですか。はい。あれはなんか意味あるんですか。いや、やっぱり妻に感謝の思いを込めて、でやっぱりまあこうどっちかというと僕は結構綺麗にするの好きで、まあ妻があの綺麗にする嫌いとかそんなのないとは思うんやけど、まああんまり苦手というかあんまりそこには目がいかないっていうのかなっていうふうに思うんやけど、まあ結構ねやっぱりこう綺麗にしてたらもうめっちゃ気持ちよくてね、あのできるだけ綺麗にしたいなっていうふうに思ってて、で今日はちょっとまあ朝撮影があるので、あの自分の寝たお布団だけちょっと綺麗にこうベッドメイクして出たんやけど、本当やったらあの台の上とか全部拭いたりとか、あとこたつの、あのこたつ布団こう綺麗にこうしてやったりとか、そういうのもして、で今写真撮ってね、こう写真撮って部屋の写真を撮って家族 LINE にこう送ってるんですけど、結構なんかかっこええなと思ってね、結構こう薄暗くして部屋を撮ったらこう結構綺麗で、まあ気持ちいいなと。で昨日か一昨日うちの嫁さんのお母さんがあの家にお花をちょっと届けてくれて、2ついけばなやってくれて、そのいけばなをこう2つこう、カウンターの上と、こたつの上に置いてこう写真撮ったら、もう結構もうめっちゃ綺麗でモデルルームみたいで、で窓もちょっと結構大きいのでうちで、あの、まあ、それで家族ラインで送って、まあこれいいなというふうに、まあ、自己満足してましたね。はい、ありがとうございます。ちょっとあのちょくちょくあのお母さんがなんか掃除苦手みたいな、ちょっとなんかちょっと暴れないようにお願いしようまあでも普通にあのやっぱあのまあ家事とかいろいろしたら大変やと思うんで、そんな感じで、まあ、綺麗好きなんで、でまあその家おらんからできるんやみたいな、家おる時だけやからやみたいな、そういろんな声はあると思うんですけど、まあ、そうです、掃除しといて損はないと思うんで、そうめちゃくちゃいいことかなと思います。はい、そんな感じですね。ちょっとこの感じでもうあと 1,2 本ぐらいだけちょっとだけ撮らせてもらえたらなと思います。はい、まあ、この後のテーマもう何個か考えてるんで、まあ、今回人生のパートナーについてっていう形で動画撮ってみました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。